ここはやや強火にしますかね。あばツンバツンとね、やっぱチャーヘンとくればね、ギーね、これつきもんだからこれね。もう生姜酒を飛ばすとガン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 、いいね、いいごめんね。ガーリックの香りがして、ベーコンの旨味と甘み、油ね。皆様おはようございます。いつもお楽しみまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日もね、ちゃちゃっといきましょうか。チャーハン研究家のまかないでございます。本日はですね、ベーコンガーリックチャーヒンですね。はい、ブロックベーコン、まあ薄切りのベーコンでもいいんだけど、なんとなくほらチャーシューみたいにさ、四角くちょこちょこっと入ってるとなんかこれいいんじゃねみたいな感じでね。あとはね、サイコロ型にガツンガツンパッカリーノスケですね、切っていくだけでございます。非常に今日簡単なんでね、短い動画になると思いますが、今日お休みなんですよ。でもやっぱチャーハン研究家としては常にね、チャーハンの研究をしていこうということでね、今厨房に立っているわけでございます。じゃじゃじゃん、こんな感じですね。ベーコン切れました。あとはガリとですね、もうこれ好きなだけね、今日はガリ君バッツンバッツンバッツリーヌ、まあね、ちょっとスライスしてね、今日は香りよくね、いっておこうじゃねえのっていうことですね。はい、ガッツンガッツンスライディングですね。ガッツンガッツンスライディング、ガッツンガッツンスライシーですね。スライドスライシー、スラッチャーだよね。この三段活用ね、出ますんで試験にね、覚えておいてください。スライディースラッチャッタスピンオフみたいな、全然さっきと違うじゃないこの野郎ということでね、これ持ってバーナコナの方へゴールしましょう。はい、ということでただいまですね、バーナコナの方にやってまいりました。はい、そしたらね、今フライパンに少しね、油ですね、アビーリー敷いてあります。こんぐらいがいいかなね。はい、したらね、まず油をガッツンガッツンガッツリーナとね、フライパンの方になじましてまいりましょう。ガツンガツンパッカリーノスケですね。いや、チャーハン作るときはね、フライパンにね、思いっきり、まあ、油をなじましておかないとね、当たっちゃう可能性があるね。当たるという業界用語でくっつくっていうことですね。はい、もうここまで来たらね、ちょっとこうこの辺に油を溜めてベーキンですね。はい、ベーキンをね、炙っていきましょう。まあ炙るというか焼いてまいりましょうね。ガツンガツンパッカリーノスケね、この時は中火から弱火で全然ね、オッケーオッケーベリーオッケーでございます。やっぱこのね、普通の油にこのベーコン油っていうんですかね、これは溶け込む、うん、違う、溶け込むと非常にね、美味しいチャーハンになります。なんかね、ドッカンドッキュンドカリンコと どっかで、あっつっ、どっかでね、花火やってるような音してるね。なんだろうね、今何時、月曜日の7時半ですね。7時半からどこなんだろう。ネットで花火とかけど、跳ねるな跳ねるな跳ねるな、危ないよこれ。検索するとね、どこの花火やってるか分かんないですけど、ちょっとかなりね、離れた危ないです、これ。ね。一回火止めましょう。よっしゃ。おお、バッツン、これ、ちょっと皆さん、跳ねるんで気をつけてくださいね、ベーコンね。バッツン、バッツン。で、いい感じになりましたね。はい、そうしたら、ね、切り刻んだギャーリック、たっぷりなですね。はい、そしたらもう一回火つけて、ここはね、まあ、弱火ぐらいでいきますか。ね、思いっきりやってしまうとちょっとね、ガーリックすぐ焦げちゃうんでね、まあ、焦がしニンニクっていう手もありますが、まあまあね、ニンニクの香りをベーコンに移しながらのニンニク自体も火が通ってそんなに焦げていない状態ね、これが今日は美味しいんではないかと思われます。はい、弱火でガッツンかな。ベーコンもいい色になってきましたね。うん、じゃあちょっとね、ニンニクに火通るぐらいぶちかましましょう。どこで花火やってんだこれ。はい、ということでね、ガーリックもいい感じになってきたね。うん、はい、そうしたらここでいつものように生玉ぎ投入しちゃいましょうね。はい、バッツリーノスケとね、はい、生玉ぎ入りましたよ。そしたらね、ここはやや強火にしますかね。バッツンバッツンとね、卵を崩しての、もう危ないんで飯ぶち込みましょうね。はい、おお、相当跳ねるよ今日、ほら目たらですよ、危ないから目とか入っちゃったら、ね、ゴーグルしながらね、やった方がいいかもしれないですよ、これはね。そしたらね、ここはゆっくりね、卵を焼くような感じでいつもね、ひっくり返すとね、はい、いい感じで黄身の色がね、出ましたね。黄身だけにすごいよ、ニンニク臭半端ないです。はい、そうしたらちょっとさっき切んなかったんだけども、切れてるからネギね、
やっぱチャーヘンとくればね、ギーね、これつきもんだからこれね、もうしょうがないから。よし、あとは全部卵とベーコン、ネギ、ガーリックね、これが全部合わさるぐらいね、バツンバツンバッチリだとね、フライパンの方を振っていきましょう。だいぶ混じってまいりましたね。あとね、ガツンガツンプリリンことね、このダマダマをね、いつも言ってますが、潰すような感じ、潰すような感じで言ってくださいね。ガッツンガッツンサッカービーノスですね。はい、だんだんね、ダマダマ潰れてね、全食材が一体化してきたんではないでしょうか。はい、ここでね、一旦弱火にして味付けに入ります。まずはお塩ですね。このご飯の量に対しての 1% のお塩、パラリーノですね、パラリーノ。はい、それから丸鶏ガラスープの素ですね。はい、丸鶏ガラスープの素ね、旨味出しにシャンシャンとね入れましょう。はい、そしてね、もうおなじみのブラッキーペッピーですね。はい、ブラックペッピーシャンシャンシャシャンシャシャシャ、おめえどんだけ入れてんだい、これこれ、へいーとですね。はい、入りましたよ。で、あとはね、また混ぜ混ぜ混ぜにティー混ぜリー、あ、油断した隙にあれね、ちょっとここ調味料素早くやらなきゃいけなかったね。ちょっとニンニク焦げてんの 2、3個あったね今ね。シャンとねえか、シャン、あったあったあった、こうね、まあこんぐらいだったらいいかみたいなね、感じじゃないですかね。はい、ガツンガツンフリリン、今度ね、もっと今ベーコン1個コンプしたらこれな、まあいいか。はい、こんな感じでダマダマを全部潰していきましょう。おっとね、すごいいい香りです。はい、そして最終試合ですね。久々の酒でもぶち込むかっていうことでね、ちょっとこの丸鶏ガラスープの顆粒が溶けてない可能性があるんでね、シャバダ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 バッとね、はい、こんな感じで酒をぶち込みましたね。で、あとは強火にしてね、この酒を焦がすとガンガンガガンガガガンガンって見えてない、ごめんね。よいしょ、あ、シャバダバダバダ、ガツンガツンパラリーフティリティティ、はい、火止めて完成となります。それでは、ね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、ということで、ただいまですね、テーブルの方にガーリックベーコンチャーハンですね、運んでまいりました。もうね、うまいに決まってるね、もう皆さん味の想像つきますよね。はいね、ガーリックの香りがして、ベーコンのうまみと甘み、油ね、それを含む飯の味ね、コーティングする卵ね、これでもう味の想像本当できました。うん、はい、それでは早速薬局ですね、いただいてみましょう。ベーコンガーリックチャーハン、イートオン、イートオンっていうの、イートってヤミヤミヤミ、いただきます。おっか、うんうんうん、美味しいね。このガーリックの香りさ、ガーリックに火が通ることによって、この甘み、ガーリックの甘み、飯の甘みを引き立てるみたいな、最高っすね。うん、味付け今日シンプルですけどね、もう思いっきりこのベーコン油とかにね、まあ、多少ベーコンの塩分も含まれていてね、いいアクセントになります。一杯の塩で十分です。いただきます。うん、おいしい。うん、熱うま激うま、熱うま激うま、これ今日も一気食いになることでしょう。最後に紅生姜添えさせていただきました。うん、美味しいね。はい、ということで、本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、ベーコンガーリックチャーハンの作り方、チャーハン研究家まかないがお送りいたしました。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様のあったかいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。非常にイージーでね、デリシャスなんでね、ぜひ皆様お試しください。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。だいぶ暑くなってきたんでね、夏バテしないでよ。夏バテしそうな時はこれ、夏バテする前にこれね、ベーコンのビタミン B、 そしてギャーリックね、もうこれで暑さ乗り切ろうね。じゃあね。